アトランティック軍はアメリカ合衆国ニュージャージー州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は27万4549人であり、2000年の25万2552人から8.7%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のメイズランディングであり、同軍で人口最大の自治体は エッグハーバータウンシップである。アトランティック軍はアトランティックシティハモントン大都市圏に属している。またデラウェアバレー広域都市圏にも入っている。現在のアトランティック軍の全体は当初のグロスター軍東半分であり、エッグハーバータウンシップと呼ばれていた。1693年には公式の地区として指定され、北は リトルエッグハーバー側、南はグレートエッグハーバー側とタッカホー側の南支流が境界となっていた。東は大西洋に面しているが、南ジャージー内陸部にある西の境界が定められたのは1761年になってからだった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は671.83平方マイルであり、 この内陸地555.70平方マイル、水域は116.12平方マイルで、水域率は17.28%である。アトランティック群は、周南東部の大西洋岸平原にある。地形的には、標高が低く平坦である。群内最高地点は、ハモントンのすぐ東、ニュージャージートランジットの旅客鉄道線に隣接した2つの場所であり、 海抜約150フィートである。最低地点は海面である。近年、群長所在地である、メイズランディング市の平均気温は1月の歌詞24度から7月の歌詞86度まで変化している。過去最低気温は1979年2月に記録された下市11度であり、過去最高気温は1966年6月に記録された下市106度である。 月間降水量は2月の2.99インチから3月の4.21インチまで変化している。スプリングレークのアサヒ下カは2010年の国勢調査による人口統計データである。うちに2000年データを示す。メイズランディングにあるアトランティック軍庁舎2006年撮影1974年アトランティック軍の住民投票で 軍政府の形態を、それまでの選択的軍検証法によるものから、軍執行官形式に変更した。この新形態により、住民の党派選挙で一人の執行官特任の委員で構成される、立法府である、軍政委員会を選出する。委員の任期は3年間である。毎年3人が改選される。委員のうち5人は、小選挙区から選ばれ、 残り4人は軍全体を選挙区に選ばれる。アメリカ合衆国下院議員の選挙では全軍がニュージャージー州第2選挙区に入っている。2013年時点では共和党議員を選出している。州や国政選挙では民主党を支持する傾向にあり、ジャージー海岸の他の3軍が共和党を強く支持する傾向があることと対照的である。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーが共和党のジョージ・ W ・ブッシュに5.9%の差をつけて軍を制した。ケリーは州全体でも6.7%差で勝利した。2008年では民主党のバラク・オバマが共和党のジョン・マケインに対して15%差で制し州全体でも15.5%差で勝利した。 1992年以降の大統領選挙ではすべて民主党候補を支持してきたが2009年のニュージャージー州知事選挙では共和党のクリス・クリスティに48%の支持を与え民主党のジョン・コー・ザインは45%に終わったアトランティック軍の自治体アトランティック軍には下記の自治体がある国勢調査指定地域 CDP と未編入の町は その所属するタウンシップの下にあげる。名称の後の数字は渦の番号である。軍内には下記の高等教育機関がある。ありがとうございます。